ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回の動画なんですけれども、こちらのですねニャンコクエストというですね新たなニャンコのアプリケーションの方がですねリリースされましたので、今回はこちらのゲームの方ですね遊んでいこうかなと思います。それでは早速ですねダウンロードいたしましたのでやっていこうかなと思います。まあ、ちょっとね動画だとこんな感じでですね、まあ、なんか突き落とす系のゲームなのかなって感じがするんで、まあ、とりあえず早速開いていきます。いきます。はい。さあということで、あ、今回は盾なんですね。はい、ということで、まあ、とりあえずいいか、適当に許可をしていきましょう。はい、ということでこんな感じですね。にゃんこクエスト、最高ステージ1ということで、まあ、なんか以前にやったにゃんこ系のゲームにちょっと似てる感じかな。どんどんちょっとレベルの方が上がっていく感じかな。まあいいや、とりあえずやっていきます。はい。さあということで、うわ何これ何こいつ、ヒゲがなんとも、お主いい目をしてるしとるにゃ、やる気があるなら、まずはわしを、この島から落としてみるにゃいいんすか落として、これね、スワイプして殺す、ああ殺すじゃねえよ、転がして、なるほどね、ああ危ない危ない、なるほどなるほどなるほど、そういうことね。オッケー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 、ちょっとなんとなく分かってきたぞ。ああなるほど、スワイプして、また来た動画視聴で、で、これでまたね、ガチャを回して、なんかいろんなキャラクターの方が使えるみたいな感じなのかな。まあ、とりあえず、まあ、やれるだけちょっとやってみましょう。またお前か。はい。さあ、ということで、そう、画面のどこかに指を置いて、進みたい方向に素早く動かす。とにかく習うよりも慣れるには。まあ、そういうことですね。まあ、とりあえずもう、とにかく早い。あっさりと。はい。ということで、こんな感じですね。はい。じゃあ、どんどんちょっと遊んでみましょうか。お、今回、障害物の木が出てきましたね。はい。ということで、さあ、どんどん行きましょうか。あ、何？あ、なんか、あ、増えてきたね。増えてきた。あ、何この、この、あ、やばい、危ない。よし。この蜂みたいな、なんかね、ちょっとちっちゃいの結構むずいぞ、これ。よし。これならまだ大丈夫じゃない？あー、でもな、今回のなんか、突き落とす敵みたいなものは、あれですね、にゃんこ関係ない敵ばっかですね。まあ、そういうあれなのかな。あ、なるほどね。なんか、どんどんちょっと、フィールドも変わってきてる感じですね。うわ、何これ、え、何これ、おお、あ、これ回復、な、何何さっきの、あぶら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 、まあいいや、オッケー、あ、どんどん来るね。おお、この仮面なんかすごい見覚えあるカメラぞ。よし、オッケー、今のところはだいぶ全然平気で、あ、やべえ、動画見ちゃった。おお、ピクミン。はい、ということでちょっと動画視聴してしまったので、まあこんな感じでコインの方がもらえましたね。なるほど、まあいいや、じゃあとりあえず、仕切り直しでございます。じゃあ、とりあえずやっていきましょう。あ、また動画サイズね、動画を見ると、サイズの方が2倍に大きくなるのか。まあ、これも後でちょっと試してみようかなと思います。あ、どんどんちょっと障害物増えてきましたね。あー、バイ。オッケー。この蜂が結構、なかなか。あー、オッケー。よし。で、何これ？お、かわいい。かわいい。何さっきの？すごいかわいいね。はい。ということでございます。今のところ全然問題ないね。レベル10くらいでだいぶあれなのかな。おー、すごい。で、これで、ね、選択しろと。どうしようかな。せっかくなんで、このツルツル滑る、このね、氷の上ですね。ちょっとやってみましょう。こっちの方がなんか難しそうな気がするんでね。お、ミッションを達成しました。受け取って欲しいな、ということでございます。なんだ？はい。あー、なるほどね。これであれですね。にゃんこで、ゲットできます。あの、これ猫、これ使えるよね。これにゃんこのあれだよね。うん、猫缶50個だったり、あとはステージが、マックスまでどこまでいけるんだ？お、50まで行くとレアチケット3枚ですね。これはでかい。なので、とりあえず、そうですね、レベル50まで行きたいところなんだけど、どうしようか。まあ、とりあえずガンガンやってみるか。50まで行くとだいぶ時間かかりそうな気がしますけどね。な、50、あ、よし、なんか自分から落ちてくれたよ。ありがたい。よし。あ、お前は、やっとなんか、あ、落ちたよ。嘘。で、これだね。またゼロから始めろってこと？嘘でしょ。ちょっと、これは、ちょっと、まさかのこれは、またやり直しってことね。これで50は結構やばくない？またこれチュートリアルないよね。オッケー。うわー、マジで。結構これきついぞ。50まで今回ちょっといける自信ないけれども、ちょっと頑張ってみましょうかね、これね。
オッケー、とりあえずさっき負けたところまでは巻き返しましたね。よし、じゃあこっからじゃないかな。え、これさ、50は結構これきついかもしれないね。でこれでステージ5達成で、お、攻撃プラス1でございますね。オッケーオッケーオッケー。じゃあとりあえずちょっとガンガン進めてみましょうか。わ、なんだこいつ。私の名はべったり姫、そしてあなたは私と結婚する運命なのよ。じゃあ戦うなんだね。なるほどね、バイバイ。すごいすごいひどいことしちゃったねこれね。はい、6の方がちょっときつかった気がするんだけど、じゃあこの調子でちょっとやってみましょうか。さあ次はまた、ああ、もう出てこない、さっきのやつ。あ、また来た。ここまで行ったよ。動画を投稿していいかって、いいけどかっこいいセリフを言ってるシーンがいいにゃ。じゃあ恥ずかしいシーンであげましょうかね。あ、こいつ結構強いぞ。なんか、あー、これ滑るね。めっちゃ滑る滑る滑る。わわわわ、その子、なに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 、さっきの攻撃モーション何、そういうあれもあるんだね。なるほど。オッケーオッケー。もうとりあえずこの氷の上は慣れてきたぞ。お、ということで来ましたね。ステージ10までクリアしましたので、猫缶50個ですね。なるほど。で、これでニャンコライセンスのアプリを開きます。インストールされてない場合は、ストアページで表示されます。ってことで、これもしかしたら、これちょっと待って、横画面になるから、ちょっとこの動画一旦切れるぞ、これ。はい、ということで、あともうちょっとですね、遊んでからですね、報酬の方を受け取ろうかなと思います。ということで、ちょっとね、進めましたけれども、どうしようかな。じゃあ、右手にしましょう。ちょっと安全を取っていきましょうか。はい。さあ、ということで、今、ステージ15でございます。ちょっとね、じわじわね、ちょっと強くなってきましたけど、こっちもね、若干ね、攻撃のレベルの方ですね、上げたので、まあ、若干どうだろう。ああ、オッケー、今のところ大丈夫そうですね。で、結構そうですね、キャラクターの方も出てくるんで、オッケー。あと、なんだろう、なんかね、すごいね、めちゃめちゃ分散するやつが出てきて、それがめんどくさかったんだよね。まあ、それが回避できればすごく楽かなって感じがします。はい。さあ、ということで、あと20までもうちょいかかりますけれども、ミッション達成しましたね。防御レベル1。はい、じゃあこのまま行きましょう。さあ、またね。はい。まあでもこの細かいのもめんどくさいんだけど、でもさっきのね、トゲトゲの方が一番結構厄介なのかな。トゲトゲと、あとはすごいなんか分散するやつ。うん。本当になんかアメーバみたいな感じだったんだよね。本当に。なんか攻撃すればするほどどんどんなんか細かくなってってね。もう本当にもうめんどくさかった。あ、こいつか。いや違う、こいつじゃないや。これよりもっとね、めんどくさい。あ、でも数いるとね、ちょっと押された時普通にね、何これ、ちょっと待って。くっつくなよ。まあいいや、この親の方を先に落とそう。オッケー、先に何もせずに子が落ちてったぞ。よしよしよし。まあそういうのもあるから結構面白いね。うん。よしよしよし。だいぶちょっと操作にも慣れてきたんでね。オッケー、これで大丈夫じゃないか。よし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 。いや、意外と楽しくなってきたぞ。まあ、あと50って考えると結構ね、道のりがやばいですけど。どうしよう。安全を取って左だな。うん。もう多分ね、ちょっとこれはね、考えてね、適当なステージを選ぶとね、ちょっとまずいかもしれない。これはね。うん。どうしよう。20までいけるかな。ちょっと20までやって、とりあえず今回の動画は終わりにしたいんだけど。うん。さあ、で、とりあえず次回は50までいけるかな。そうすればね、ちょっとレアチケット3枚受け取るね。おお、その動画の方をですね、ちょっと撮りたいなとは思うんですけども。オッケー。今のところちょっとだいぶ落ち着いてるね。よし、やっぱなんかこの緑色のステージの方が一番楽なのかもしれないね。さあ、18でございます。お、また来た。この魔女ですね。強くなるにゃっていうことで、どうしようかな。攻撃が結構振ってしまったんで、ちょっと防御軽く上げて、これでいきます。はい。よし。あ、このステージ定期的に来るの結構ありがたいね。まあ、あとはこのコインがね、もうどれだけ貯められてね、どれだけレベルの方に触れるかっていう感じじゃない。来た！これやばい！めちゃんこやばい！これ超狭いよ！超狭いけど、よし。まあ、できる限りちょっと真ん中をとりあえずね、この維持、おぶな、飛ぶなよお前！ちょっと飛ぶな、やめろ、危ない。あれはちょっとやめろ、あのフェイントみたいなの。よし。ああいうのなんかね、なんか特殊なことやってくるやつもいるんでね。はい、ということで、三毛猫でございます。はい。じゃあ、とりあえず20までいけそうなので、これちょっと行くか。この金、このコインのやつ。難しそうな気がしますけどもね。あ、ミッション達成しました。これ猫番じゃなくて、これか。あ、防御プラス2か。これはありがたいですね。よし、じゃあ、とりあえず今回これで、終わりにしようかなと思うんで、おー、すげえ！すごい！これ！おー！で、しかもあれなんだね。ちゃんと、この、ほら、落ちないようになってる。おー、これ！
うわー最高。はい、ということでございました。これで動画視聴すればもっと手に入ったということでございますね。はい、ということでこんな感じでございました。またですね、20以降の方は動画の方でやっていくんでよろしくお願いします。じゃあとりあえず、あのですね、20レベルだっけ、なんかのレベルの達成の猫缶ですね、受け取っていこうかなと思います。はい、ということでこんな感じでですね、にゃんこクエストコラボミッション達成報酬1ということで猫缶50個の方ですねゲットいたしました。まあとりあえずですね、どんどんですねクリアしていければね、どんどんねミッションのね達成報酬の方がゲットできるので、またとりあえず今後ですねやっていこうかなと思います。まあ一旦ちょっと今回はですねこれぐらいにしようかなと思うんで、まあもうね目標のねレベル50だっけ、まあ、そこまではちょっと達成しようかなと思うので、またやっていきますので、そちらの方見ていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。